はい、時間なので始めたいと思います。3連休あったので、皆さんが出している課題を僕が採点するというのをやっと取り掛かりまして、3回分までは採点したので一応見といてください。で、去年までは OK ですというのを書いてたんだけど、面倒くさいので点数しかつけてませんが、何にも書いてないやつは OK ですから、ディフォルトはそう見てください。で、途中でフォントの大きさが変わったり、なんていうか、ボールドになったりしてるやつがあると、コピーしてやんなと思いますが、それは注意するにとどめてあります。で、1回目、2回目、3回目はですね、あんまり評価基準をちゃんと考えてなかったので、とりあえず出てれば5点です。で、参考にしたサイトの URL とかが書いてあったら6点にしてありますので、そのように判断してください。はい、で、今日はウイルスの話をまずします。で、ウイルスというのは何かというと、一般的にこういう感染、潜伏、発病といったような、行動パターンを持っているものをウイルスといって、これは普通のインフルエンザウイルスと同じというか、それを真似しているわけですね。で、ただ本当のインフルエンザと違うのは、感染というのは他のファイルとかにウイルス自身がくっつくとか、そういうことです。から、ずっと待っていて、ある条件を満たすと突然発病して悪いことをするみたいなことをするわけですね。で、詳しいことは、トレンドマイクロのこの辺りに書いてあるので見てもらえばいいかなと思います。で、イメージで書くとこんな感じで、かわいい悪魔君がですね、感染してずっと潜んでいて、最後に発病して困らせると、こういうパターンになっています。で、発病した後で何が起こるかというと、これは後でもうちょっとちゃんと喋りますが、感染しているパソコン、コンピューターとかでたちの悪いことをするということもあります。ファイルを消したり、いろいろしてはいけないことをするということもありますが、困るのは他のコンピューターを攻撃するということですね。で、昔はずっと20年ぐらい前のパソコンはネットワークにつながっていないものがほとんどだったので、ウイルスに感染しても自分が困るだけっていうので、割に開き直ってる人が多かったんですけども、今はウイルスに感染してしまうと、ネットワークにつながっているコンピューターの場合には、感染したウイルスが他のコンピューターを攻撃する、で、そこで悪いことをするということが起こるので、他のコンピューターでいろいろ被害が出るとですね、こっち側に管理責任を問われるということがあって、非常に具合がよろしくないということで、ウイルスなんかに感染しないようにしないといけません。から、ウイルスのさっき言った定義からはちょっと外れるんだけれども、いろいろ悪いことをする、例えばトロイの木馬とかいうのがあるわけですね。これは予想攻撃するっていうのもありますが、一番多いのはずっと密かに潜んでいて、キーボードからの入力とかを全部貯めてどっかに送っちゃうとか、こういうことをするものがあります。で、キーボードからログイン名とかパスワードとかを入力しますから、ユーザーがキーボードから入力している文字列を全部取れるとすると、これがパスワードじゃんとかいうのが分かるわけね。というわけで、結構危ないですね。で、ウイルスの分類は、これは、確かトレンドマイクロの参考にしてやったと思いますが、ファイル感染型とか、マクロ感染型とか、トロイの木馬型とか、システム領域感染型とか、複合感染型とかいうのに分けることができます。で、ファイル感染型というのは、拡張子がドットコムとかですね、ドットコムっていうのはドメイン名ではなくて、コマンドね、実行可能なプログラムだよという意味ですね。からドットユーザーもそうです。からドットシスっていうのは、システム関係のファイルなんだけども、実行できるものがあります。で、こういうところにいろいろたちの悪いことをするものがくっつくと、まずいことが起こるわけですね。で、こういう内容識別子、拡張子を持つファイルにぺちゃんとくっついて、くっつき方としてはですね、
これ図をちゃんと作ってないの、ディスクとかに書くときには普通4キロバイト単位とかで書くわけですね。でプログラムが2キロバイトぐらいしかなかったら残り2キロバイトぐらい空いてるのでそこに入り込むわけね。でそういう形で入り込んで、実行の制御を取って、増殖したり他のところにまた、感染させたりします。これが今言ったのね、プログラムの頭とか後ろ、特に後ろとかにですね、ディスクに書くときに隙間が大抵あるのでそういうところに潜り込むということをやります。からあと Windows 系のですね、インターネットエクスプローラーとか Outlook Express とかいうのは自動実行機能というのがあって、実行可能なプログラムがついているとそれを自動的に実行してくれるとかいう機能があるわけですね。でこれがオンになっていると、実行可能なファイルがメールに添付されて届いて、こういうソフトでこう表示しようとするとユーザーがプログラムを実行しようとしてカチカチやらなくても勝手に実行してくれるということがあるわけね。それでそこでいろいろ悪いことをするということがまあ起こります。からマクロ感染型というのはですね、ワードとかエクセルとかいったいろんなソフトウェアにマクロという機能があって、これ何かやると自動的に処理をしてくれるというそういう機能ですね。でこれはさっきの話は Windows とか Mac とかいう OS に依存している話なんだけれども、例えば Word とか Excel は Mac だろうが Windows だろうがどっちでも使えるでしょということは OS とかに依存しないのね。つまり Word のファイルに感染してくる、したがってその Word を開くとそこで立ちの悪いことをされるということです。でこれを避けるためにはこのマクロを実行しないということをやればいいね。だから最近これは結構ちゃんとみんな意識しているので、ワードとかエクセルを開くときにマクロの機能が含まれていますが実行しますかしませんかというのを聞いてくるので、実行しないということをやればこれの影響を受けることはないですね。ただし本当にマクロの機能を使っているような場合にはそれを使わないってやっちゃうと中身がおかしくなるということはあり得る。でちょっとこの辺のこのウイルスのこの資料を作ったのは随分前で、97というのは多分1997年なのでもう十何年か前の話ですが、この頃出たメリッサというやつはアウトルックのアドレス帳に登録されている宛先にウイルスを送信するという機能があったので、一回感染するとその人が持っているアドレス帳に登録されているユーザーに全部自分のコピーを送りつけるわけですね。そうすると受け取った人が人から来たメールだからと思ってカチカチやっちゃうとそれで感染すると、こういうことがもう起こるわけです。トロイの木馬型というのはさっきもちょっと言いましたが、必ずしもこれは増殖を目的としていない。で、その感染したプログラムでパソコンでファイルを壊したりとかですね、システムそのものをクラッシュさせるというようなことをやる場合があります。それからまあその場合には1回限りで壊せばおしまいです。であともう一つですね、最近多いのはこれじゃなくてこっち側でサーバークライアント型と呼ばれるもので、パスワードを盗むというのは、これさっき言ったようにキーボードの入力を全部記録していて適当にたまったらですね一定のところに送っちゃう。そうするとこのコンピューターの、入力データはこれこれです。で当然一番最初ログイン名とかパスワード入れますから、そういうのから漏れるわけですね、というのが一つです。からもう一つはマシンを遠隔操作するという機能があって、これはまあ一応別種だと思いますが、僕らが DDoS Distributed Denial of Service という攻撃に使われるわけですね。でこれはどういうものかというと、世界中のこういうものに感染したパソコンがあるどっかの指令センターみたいなとこから、命令を受け取って決まった、ね、知事に決まったIP アドレスを攻撃するというようなことをやるわけです。で、これをやられるとですね、世界中の何千万台とか、じゃあ何千台とか何万台とかいう、あるいはもっとたくさんのコンピューターがある特定のサイトに一斉に攻撃を仕掛けるので、その送られてくるパケットを処理するだけで、動作ができなくなるわけね。つまりものすごい勢いでデータ届くので、それを受け付けて処理しようとすると過負荷になっちゃって機能が止まるという、そういうことです。それで、まあ、分散型の
サービスの攻撃という言い方をしています。でこれの例としてはですね、後でまた出ると思いますが、例えばホワイトハウスが昔これをやられて、世界中からですね、ある決まった日時にパケットをいっぱい送りつけられて誰もアクセスできなくなっちゃった。でこれは感染しているパソコンがいっぱいあると当然すごい量来るわけね。でそれらは一つずつのパソコンがそういう、こういうやつに感染しているものをちゃんと取り除くということをやらない限りダメなので、例えば1000万台のパソコンが感染していて一斉に攻撃されると事実上手に負えません。というわけで、ホワイトハウスは結局どうしたかというと IP アドレスを変えてしまいました。でないとどうしようもないわけね。で球大も9月9日にこれの攻撃を食らっていて、でまだ今でも実はその攻撃パケットは来ています。つまり感染しているコンピューターにあそこ攻撃しろとかいう指令を出したら、攻撃を指示した人は別にやめろなんて言わないよね。別にほっときゃいいわけだから。というわけで一回やられると世界中のこういうのに感染しているパソコンがウイルスが除去されるまではずっと攻撃し続けるということが起こり得ます。で球大の場合にはだから帯域の1割ぐらいをずっとこれで今取られているという状態が続いています。からシステム領域感染型というのはこれはあんまり僕は最近聞きませんが、ハードディスクとかフロッピーディスクにですね、システム領域ブートセクターと呼ばれるところがあって、ここになんかうまく潜り込んでしまうと、これはコンピューターの電源を入れたときに一番最初に実行される部分なので、ここに感染しちゃうとですね、もう手に負えんわけね。でずっとメモリに常駐していて、まあ、悪いことです。ただ最近はあんまりこれは効かなくなりました。場所が割に限られているのであんまり難しいことができないということがあって、まあ、最近流行ってないと思います。はい、といったものがあって、最後の複合型というのはいくつかのパターンを同時に持つやつですね。でコンピューターウイルスというのは実はですね、1988年に初めて出ました。これは1988年というのは日本で、ワイドインターネットが始まった年です。でこの時にアメリカで何か変なことがあるということがあってですね、メールの交換を通じて伝播したんですけども、これが出た時はなんかアメリカのコンピューターがなんかすごく動作がおかしくなっちゃったということで大騒ぎになって、日本にもですね、管理者には警告が来ました。で当時はアメリカとあんまり太いパイプが回線がなかったので日本にはあんまり影響がありませんでしたが、アメリカでは大問題になりました。で、コンピューターウイルス自体はメールの交換、メールに添付されてくるか、ブラウザーとかでファイルをダウンロードして中身を見ようとするとかですね、あるいは他のコンピューターとデータを共有する、CD とか MD とかそういったもので、今だと USB もですねというのがあります。それからパソコンを持ち出して感染するというのがあります。でこれはこれとこれはいいとして、これはですね、例えば友達から借りた USB をカチャッと挿すと、それがウイルスに感染していると、その挿したパソコンもダメになるということですね。で、これ例えばどういうことが起こるかというと、感染していると、その USB の中にあるファイルを全部とりあえず見えないファイルに書き換えて、で、同じ名前のファイルをたくさん作るわけね。で、そいつをカチカチやると、ウイルスが起動すると、そういう形にまあなっているものが例えばあります。パソコンを持ち出してというのは、例えば皆さんが大学で使っているそういうパソコンをどこかに持っていってネットワークにつないだりすると、危ない場所だとウイルスに感染するわけですね。でそれを戻ってきて、学内のネットワークにつなぐと、また学内のネットワークを通じてあちこちに広がると、こういうことが起こります。だから多いパターンは留学生とかが自分の国にパソコンを持って帰って向こうで感染して戻ってくる、で球大のネットワークにつないで広げると、こういうパターンがまあいっぱいあります。から直接攻撃っていうのはですね、まあいろんな形で感染するんだけど、最初の頃はどれか一つっていうのが多かったんですけど、最近は複合パターンといろんな感染の仕方をする、メールの添付ファイルで来る場合もあれば、直接他のコンピューターに接続をして自分自身のコピーを送りつけてしまうと、こういういろんなやり方をするものがあります。
でウイルスに感染すると明らかにいろいろ不都合なことがあるので、こういう通産省の外郭団体があって、そこに届けることになっています。で、一応皆さん真面目に届けているので、届け出件数はすごく増えてますが、ウイルスに感染したとかいうのが外に漏れると結構社会的な信用を失墜するとかいうこともあるので、届けない例が結構あるんではないかというふうに思われます。というわけで、多分 IPA に届けている件数よりははるかに多い件数になっていると思います。ウイルスに感染するとどんなことが起こるかというとですね、さっきもちょっと言いましたが、メールを勝手に送信する、これはアドレス帳の登録されている宛先に全部何か送るというときにですね、自分自身を送るというパターンもありますが、困るのはハードディスクの中に記録されているいろんな大事なファイルを添付して送っちゃう、USB とかにこまめに保存している場合はともかくとして、マイドキュメントとか書類とかいうフォルダに自動的に保存する場合が多いですよね。そういうやつを要するにデフォルトでファイルを保存するような場所に保存されているファイルを片っ端から添付して送ってしまうということをやります。で、これで何が困るかというと、これは実際にあった話で、こんなん喋っていいのかなと思いますが、ある大学のある先生がということにしておきますが、ウイルスに感染して自分のパソコン上のファイルを今言ったような場所にあるやつを全部外部に送られてしまったわけですね。で、それは外部の人に漏れては困るような人事のファイルだったりいろんなものが入っていて非常に困った。で、1回出ちゃうとこれ取り消せないのでめちゃくちゃ困るわけですね。これが多分すごく困ります。それから、ハードディスクの中のデータを壊すというのもこれも困りますが、バックアップをしておけばそれなりに大丈夫かなと思います。からこれさっき言ったように、外部からコンピューターを操作できるようにして、あちこち悪いことをする。で、最初の頃多かったのはなんとなくシステムが不安定になって挙動不審だねとかですね、あるいは余計なメッセージを表示するというのは、最初の頃はメールで添付されてきてそれを開くと打ち上げ花火がドーンとかですね、雪がパラパラとか、こういうたわいのないものが多かったんですけども、最近はもうちょっと深刻なのですね。で、デスクトップのアイコンが全部ドロドロドロと溶けて流れてしまうように見えるとか、そういうものがいろいろありました。ここに比較的に最近のウイルスと書いてありますが、これはですね10年ぐらい前に比較的最近のウイルスという意味です。で、最近もう多すぎて調べられませんが、ここに書いてあるようなものがいっぱいありました。いくつか詳しい話が書いてありますが、これがさっき言ったサーカムで、自分サーカムのウイルス自身のコピーをメールに添付して送るのと同時に、マイドキュメントとかからファイルを勝手にこう取り込んで送ってしまう。それでそこに非常に大事なファイルが置いてあったりすると外部に漏れて困るということがあります。それから、NIMDA というのは、これも1990年ぐらいだったかな、随分前ですけど、メールの添付ファイルで感染をして、こういったプレビューするだけで感染する、つまりアートルックとかアートルックエクスプレスで見ていて上に一覧が出て下に中身がプレビューされますよね。で、そのプレビューするだけでこれは感染するという、そういうかなり強烈なものでした。で、これはあと複合型でメールの添付ファイルだけじゃなくてウェブブラウザで見るだけだとかですね、から直接他のコンピューターを攻撃するという機能もあったわけですね。で、非常にこれ強烈なウイルスで、大橋キャンパスもというか当時九州芸術工科大学だったと思いますが、こいつに感染する例が結構多くて、大騒ぎをしてですね、先生たちに対策をお願いしたという記憶があります。で、今のNIMDAというのは逆に読むとアドミンですね。アドミンというのは管理者という意味で、管理者をひっくり返していて、管理者権限を持っている悪いやつねというのはこんな感じでついているものです。で、コードレッドというのは、これは HTTP リクエストでコピーを送るということで、別のコンピューターに普通の、HTTP というブラウザーインターフェースで、通信をして自分のコピーを送りつけるということをやります。それから、バッファーオーバーフローというのはデータをすごい勢いで押し付けると受け取る方がバッファーが溢れちゃってですね、で、昔のコンピューターは
バッファーの大きさがここまでということをちゃんとチェックしてなくて、わーっと送りつけられると、その本来準備されている場所を超えたところに受け取っちゃうということをやってたわけですね。そうするとそこがあの他のプログラムだったりすると書き換えられてしまって、実行されるとかですね、あるいはぐわーっといってはみ出したそこに置かれたものをうまく実行しちゃうとかいうことをやって悪いことをするということがまああります。で、であとコードレッドはですね、これはあの潜伏型で 1日から19日までは適当にあちこちランダムに攻撃をする。から、20日から28日はさっき言ったようにホワイトハウスを攻撃するですね。つまり9日間一生懸命ホワイトハウスを攻撃して、それが終わるとちょっとしばらくお休み。でまたこれやるとこういうことをやるわけですね。でこれはあの感染して、こういう攻撃パターンを始めちゃうと、その持ち主がこれに気がついて除去するまではずっとこれをやるわけですね。したがってホワイトハウスはギブアップした IP アドレスを変えたというのがさっき言った話です。はい。でアリツというのがあって、これはインターネットエクスプローラーのセキュリティホールを使ってアウトルックを使うとプレビューだけで感染するというのはさっきと同じようなやつですね。それから感染するとアドレス帳に載っている全アドレスに今自分自身のコピーをつけて送ると、でそれを受け取ってプレビューすると感染するということで、これもすごい勢いで普及というか感染が広まった例です。あのインターネットエクスプローラーは結構機能的にはすごくいろんなことがあるので、セキュリティホールもどっさりあって次から次にいろんなセキュリティホールが見つかってそれを使って攻撃されるというのがあります。それからもう一つですね、ウイルスではないんだけれどもウイルスだよと言ってデマを流すというのもありまして、例えばですね Windows には SULFNBK というこういうファイルがあるんですね。でこいつはフォルダを開いてみるとなんかアイコンがおどろどろしい黒くてなんかこうちょっと不気味なアイコンがついてるんですね。でこいつはウイルスだから消せとかいうメールが来るわけですよ、ね、であの結構世の中親切な人がいてこのファイルはウイルスのファイルだからもしあったら消した方がいいですよというメールが来るとそれをまたいろんな人に友達に転送するわけね。それで広がるわけです。で実際は何かというとこのファイルはシステムが動く上で必要なファイルなのでこれを消しちゃうと動かなくなるわけですよということがあります。でこれはあの実際、僕じゃなくて僕の知ってる人がこれをもらってですねこれ何なんねんと言われて聞かれて調べた結果そういうことだということで消しちゃダメ転送しちゃダメということを言いましたけど、結構あのいろんな人にこう出回ってたと思います。というわけで、本当はウイルスじゃないのにウイルスだとか言ってこう脅すわけですね。でその時になるべく信じてもらうように大企業の名前を語ったりしてこうなんとなく信じさせるということをやります。それから、これは大事な情報だからなるべく知り合いに転送してあげてねとか言うのは要するに不幸のメールみたいなですね、不幸のハガキっていうのかな、あのこのハガキを受け取ったら5人に出しましょうとかあるじゃないですかね、あれと同じで、知ってる人にこれを教えてあげてねっていうのをやるとどんどん広がる。だからまあ書き方としては非常に大げさなことが書いてある。で大事なことはこういうデマ情報はそのメールを読んだだけでは何も起こらないので無視すればいいね。だからなんかこういうのが来た時にトレンドマイクロとかシマンティクとかのウイルス対策ソフトを提供している企業のページを調べてそれは本当かなとかいうのを見て、まあ、本当だったら対応する。で大抵あのデマだと書いてありますからこれはですね今も出てるかどうか知りませんがこれはデマです消しちゃいけませんというのがトレンドマイクロには出ていました。というわけでまああの注意が必要だと思います。で、ウイルスをちゃんと対応するためには、まあ、一応5か条とかがここに書いてありますがウイルス対策ソフトですね、ウイルス検出ソフトを必ず入れるということです。でこれはあの、昔は皆さんに買ってねという話をしていましたが今は九州大学の学生さんは自分のパソコン1台についてはタダでシマンティクのエンドポイントプロテクションを入れられるのでお金はかからないんだから入れてね。で入れるだけではダメで
ちゃんとウイルスを検出するための情報を含んでいるパターンファイルと呼ばれるものを更新しないといけないね。でそれはちゃんと設定すれば定期的に見に行って新しいのがあったら取ってくるということをやりますから、必ずそういう設定にしておかないといけません。お試しについてるやつとかは2月とか3月ぐらいで期限が切れちゃってあと更新できなくなったりするので、そういうやつはきっぱり捨てて、皆さんは旧大で提供している、シマンティックのエンドポイントプロテクションを入れればいいと思います。でパソコンをデフォルトで使わないとはですね、デフォルトの設定が最近だいぶ良くなりましたが、昔は結構ですね、セキュリティはゆるゆるだったので、なんかそのまま使うともういっぱいやられるという状態だったわけね。でなるべくこれは安全な方に変える方が良いから、セキュリティパッチというのはですね、これはいろんなパソコンとかのソフトウェアにセキュリティホールがめっかったりしたら、それを更新するということが起こるわけね。それで Windows だったら Windows アップデートとかですね、 Mac だったらソフトウェアアップデートとかいうのがあって、これを定期的になるべく頻繁にやる。だから極端なことを言うと、毎朝パソコン使い始めた時に Windows アップデートするとか、ソフトウェアアップデートするぐらいの覚悟があった方がいいと思います。でひどい時は本当にこれが1日に何回か出ることがあります。非常に深刻なセキュリティホールが見つかったりしたら、マイクロソフトとかがすぐその、パッチを当てるためのソフトを出すわけですね。で出すんだけど、またすぐ裏書かれて、また新しいのが出るということをやって、日に何度かこれが出てくることがあるので、まあこまめにやった方がいいですね。それからそれでもやっぱりダメということはあるわけですよ。今言ったようにパターンファイルで探すんだけれども、新しいウイルスが出たときには、そのウイルスを特徴づける情報というのはまだ手に入っていないので、これいろんなウイルス対策ソフトの会社がですね、そういうのをいっぱい集めていて、新しいのが見つかると中を解析してこうやったら見つかってこうやったら駆除できるとかいう情報を準備するわけですね。でそれにはやっぱり何日かかかるの で昔は電話回線で中継とかいう時は時間がかかったからよかったんですけど、今はほとんどリアルタイムでメールが来るので、アメリカで新しいウイルスが出たりすると、非常にまあタイミングがいいと30分とか1時間でそのウイルスが来ちゃうわけですね。そうするとせっかくウイルス対策ソフトを入れていてもまだパターンファイルが対応してないので、それは見つからないわけですよ。で感染するということがありえます。で、まあ、そういうこともあるので、感染したら、こんなになるというようなことの兆候を後で話すので、いつも気をつけてないといけません。それから、データ割りにこまめにバックアップしておかないと、もしも万が一感染して簡単に駆除できないときには、全パソコンをまっさらにして再インストールするとか、こういうことをやらないといけなくなるわけですね。そのときにデータを取っておかないと、これ困るわけね。で、データをバックアップするときに、ウイルスに感染してないということを確認してからバックアップしないと、ウイルスに感染しているデータをバックアップすると、せっかく OS をインストールし直してもそのデータを戻したらやっぱり感染してるわけね。というわけでデータのバックアップというのは昔のように簡単にはいかなくて、ウイルス対策ソフトでボリューム全体を全部チェックして感染してないというのを確認してからバックアップをするというぐらいの注意が必要になります。でこれはさっき言っちゃった話が多いですが、ウイルス対策ソフトを入れましょうね。でトレンドマイクロとかシマンティクとか他にもいっぱいありますが、最近のウイルス対策ソフトというのはここに書いてあることを大体みんなやります。でリアルタイム監視というのは外部との通信をずっと見ていて、これは怪しいなと思ったらそこでブロックをする、あるいはメールに添付ファイルがついているとメールを受け取ったときにそれの中身を見てウイルスがあるかどうかを見る。でもしもウイルスに感染してたらそのファイルを取り除くというようなことをやります。あるいはブラウザーであちこち見て回ってファイルをダウンロードするときには、これと同じようなものですけど、ダウンロードしているファイルの中を見ていて、これ危ないと思ったらやっぱりブロックをするとか、ここのページに行くとなんか自動的に悪いことを仕込まれるとかいうとか あるわけですね。で大事なことはですね、ブラウザーで見たときに画面に出たものが全てではない。で裏でプログラムがあってそれが動くわけですよ。したがってそういうところに行くと
画面で見てる限りは問題ないんだけど、裏でいろんなプログラムを走って悪いことされる。で、そういうとこは分かってるものについては URL の一覧というのがあって、そこに行こうとするとブロックするということをしてくれます。はい。で、あと個人的にファイアウォールを作って不必要な通信を外部から受け取らないとか、それでも何らかの形で見逃すことはあるので、例えば1日1回ですね、ディスク全体を見て何か怪しいものがないかどうかを調べると、こういうことをやってくれます。したがってこういうやつを使わないと、昔ウイルスの出始めは気をつけたらいいやという気持ちもありましたが、今はもうこういうのを使わないと絶対にわからないという事態になりました。大事なのでしつこく言いますが、ウイルスの検出を有効にするためにはですね、入れるだけではダメで、パターンファイルを常に新しいものに変えるということが必要です。で、ここに書いてあるのはちょっと古いかもしれませんが、2006年の6月29日には1日に4回パターンファイルが更新されているわけですね。つまりそれだけ新しいウイルスがバンバン出ていて、それに対応するためにパターンファイルが更新されている。だからこの日付を見ても分かるように、ほぼ毎日、しかも1日のうちに4回も更新されると、こういうことが起こるわけです。だから本当に新しいウイルスが毎日毎日続々とできていて、それの対応は絶対もう人手ではできない。こういうソフトを使わないとできないということです。感染するとどんなことが起こるかという話が、ここにいろいろまとめてありますが、なんとなく動作が遅くなる。つまり使っているときにいつもだと非常に軽快に動いているのに、なんか反応悪いよねということが起こるわけね。これは CPU を取られたりメモリーをいっぱい使われたりしてやりくりが大変になっちゃって遅く感じるということがあります。はい。で、CPU とかメモリーが足りないとかですね、から画面に身に覚えがないメッセージが出る。例えばなんかポコッと出てきて、これ何なんねおかしいなって、場合によっては画面の文字が崩れたり、さっき言ったアイコンがドローッと溶けて流れるようになるとか、そういうのがあります。からなんとなくデータが壊れてるよねとか、このファイルのアイコンこれじゃなかったよねとかいうことがあるわけですね。から割によくあるのがプログラムが動かなくなります。変に感染するとちゃんと動かない。これがなかなか気がつきにくいんですが、なんかこんなファイル作った覚えがないんだけどねっていうのはよくあるわけね。つまり感染してウイルスのファイルがあちこちにこう仕掛けるわけです。そうすると使ってる人が作った記憶が全くない、心当たりがないファイルができているということが非常によくあります。からプログラムのファイルにウイルスがつくとちょっと大きくなるというようなことがあります。ただね、そうは言ってもこのプログラムが大きさがどれだったなんてことを普通は覚えてませんから、これは多分気がつかないと思いますね。からメールがパカ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 送信されているということも気がつく場合がありますね。から勝手にインターネットに接続するというのは、今は常時接続なので、いつでもつながっている場合が多いんですけども、これが書いてある理由というのは、昔ダイヤルアップで例えばメールを送信したりブラウザを使って外部にアクセスしようとしたら、自動的にですね、電話でつないでインターネットを使うというそういうことが起こってたわけですね。で、その時に普通に日頃使っている例えば OCN とかダイオンとかそういうプロバイダーのアクセスポイントにつながればいいんですけど、これはウイルスに感染して例えばアフリカの某所とかですね、変なところにつなぐわけね。それで、電話代がものすごい高くかかる。つまり市内のアクセスポイントにつなげば、当時は3分10円とか5分10円とかいう値段だったのが、海外に国際電話をかけてつないでしまうので20万とか30万という通話料が請求されるわけですね。というわけで大問題になりました。で、なんでそんなことするかというと、多分それで海外の要するに国際電話をかけた時の上がりを何パーセントかもらえるような形になっているのかなと僕は勝手に思ってましたが、これは結構たちが悪い。それはこれかな。ダイヤルアップの接続先が変更されて海外などになるというのが今言った話ですね。というふうなことで、大体ろくなことはないので、ウイルス対策ソフトでなんとか頑張って防御するとしてもやっぱりダメかもしれないので、
これもさっき言いましたが、まあ、なるべくこまめにバックアップするということと、バックアップする前にファイルがウイルスに感染してない、汚染されてないことを確認しないといけません。で、バックアップした媒体はなるべくコンピューターから切り離しておく。オンラインでいつもつながってると、そのコンピューターがウイルスに感染すると一緒に感染してしまいますからね。だから外付けの USB ディスクとか、なんとか USB のディスクドライブとかを使ってバックアップしたら、終わったら引っこ抜いてどっかに保存しておくということをやると、まあ大丈夫ということがこの話です。で、本当に大事なことをするパソコンとかはネットワークにつながないという選択肢も考えないといけません。だから単体で使っていても、他のものとデータをやり取りしないとかいうことをやればかなり安全ですが、まあ、なかなかそうもいかないので、ここに書いてあるようにこまめにバックアップする。で、ちゃんと調べてからバックアップする。で、バックアップしたものはとりあえず取り外してどっかに保存しておくと、こういうことが必要です。まあ、これちょっと昔の芸工大時代の話が少し残ってますが、大橋キャンパスではどうしているかというと、平成13年なので、まあ、10年ちょっと前ですが、ここに情報システム管理運用委員会というのがあって、ここでウイルス対策どうするかという議論をして、まあ、電子メールの添付ファイルに対するウイルスチェック機能を入れました。これは13年の11月にこの頃すごくウイルスが流行り始めてたので、メールのところで話したように、外から来るメールを一旦受けて、中継のサーバーが受け取って、そこでウイルスチェックをしてから学内に配る、あるいは学内から出すものも一回ウイルスチェックサーバーでチェックをしてからしか外に出さない、つまり外に外部にウイルスに感染しているメールを出さないということも大事なんですね。はい。で、その後これだけじゃなくて、さらにですね、いろいろ接続とかを制限するという形でかなり厳しくやりました。で、まあ、ここに書いてありますが、皆さんはもはや大橋、このキャンパスでコンピューターにつなぐというようなことでネットワークを提供してませんので、まあ、この話は無関係ですね。みんなが今使っているパソコンは、あそこの EDU ネットを経由してつながっていて、これは大橋キャンパスの一部ではないので問題はありません。ウイルスチェック機能を持っているサーバーを入れてチェックしているんですけども、これは学外から学内に届くメールのウイルス感染を防ぐということと、さっき言ったように、うちの中から外にウイルスに感染したメールを出さないということを目標にしています。で、もしも添付されているファイルとかがウイルス感染していたら、それを取り除いて、それを通知するということですね。というようなことをやっています。で、というようなことをすると、これは別に大橋だけの特徴ではありませんが、ウイルスチェック機能が働いていると、ウイルスメールが来たよ、でそれは取り除きましたよというメールが、まあユーザーには届く。で、メールの本体は来ないということが起こります。で、最近ではウイルスとかスパムフィルターとかいうのがあって、あるパターンに満たしているものはもうそもそも受け取らないとか、そういうこともやってるわけですね。で、皆さんがどういうことに気をつけたらいいかというと、まあ、世の中の動向としてはこれだ。さっき IPA って言ったのが情報通信工事業協会というのがあって、ここがセキュリティセンターというのがありますから、ここを見るといろんな新しい情報が出ています。で、これを時々見る。それから問題が起こったら JPCERT といってですね、日本のコンピューター緊急対応センター、この JP は日本でコンピューターエマージャンシーレスポンスチームね、分かります？コンピューターエマージャンシーレスポンスチームという、こういうものです。これインターネットができた当初はCERTと呼ばれていて、世界中のインターネットに接続しているサイトの管理者が入っていたんですね。ただ今はインターネットに接続している管理者が多すぎるので、このCERTはごく一部の重要な管理者だけにメールが届いているはずですが、日本版のCERTとしてこれができて、ここはいろんなコンピューター上のトラブルについて対応しています。で、ここを見るといろんな情報があって、たまに見るんじゃちょっと不安だという管理者はメーリングリストに登録しておくと新しい情報がどんどん来るということになっています。それから、警察庁にですね、サイバー犯罪対策というのが、対策課かなというのがあって、こういうところにも出ます。で、
警察はですね、最初の頃は実はあんまりこういうのを言うとあれ良くないかもしれませんが、なかなか技術が伴ってなかったんですが、今はものすごい警察も技術を持っていて、特にあのテロですね、サイバーテロとかのことを考えて非常に神経質にやっています。だからあの普通の愉快犯じゃなくて本当に社会を混乱に陥れるっていうのはサイバー戦争、サイバーテロに対して対策を取るということで警察庁もすごく頑張ってやっている状態にあります、はい、で我々ができるってことは、まあ、シマンティックとかトレンドマイクロとか他にもありますが、ウイルス対策ソフトを入れてとにかくかからないんです。こういうことが大事かと思います。で、さっきも言いましたが、実はウイルス検出は完璧ではありません。あの、新しいウイルスができてすぐはですね、解析と対応が終わってないのでパターンファイルの更新が間に合わなくてすり抜けるという例があります。それからあのパターンメールがですね、何かの用事にちょっと壊れかかっていてパターンファイルには引っかからないんだけれどもウイルスとして機能すると、こういうものもあり得るということで、こういうパターンの時は、ウイルス対策ソフトを入れていてもダメなのね。というわけで、まあ、こういうリスクがあるということは、まあ、気にしておかないといけません。から最近みんなあんまりアウトルック使ってないと思いますが、昔アウトルックはですね、世界で一番たくさん使われているメールソフトだったので攻撃もよくされていて、まあこういう話でですね、インターネットエクスプローラーとかアウトルックエクスプレスというのはですね、標準 Windows に標準搭載されていて、かつ世界でも数がダントツに多かったので、これがまあ狙われてたわけですね。でしかも大きなお世話なことにですね、自動実行しちゃうということがあって、添付ファイルが実行可能なプログラムだと自動実行を勝手にしてくれるので、小さな親切大きなお世話という、まあ、こういうことがあったので非常にこれ被害がでかかったです。あとあの HTML 形式のメールを送るとウイルスとかが入りやすいので、まあ、やめるとかですね、そういうことをやっていましたが、まあ、あの Outlook Express が Windows メールになって、さらに最近 Windows Live メールに変わったりして Outlook Express は今やないのであんまり関係ないかもしれません。からポップでメールを読むときに APOP って話がありますが、これちょっと古くてですね、あの昔は、ポップで認証するときにアカウントとパスワードを平文で送ってたんですけど、これは暗号化して送るというものです。で今はこういうやり方ではなくて、皆さんのパソコンとメールサーバーとつなぐときにもう通信の回線自体を暗号化してしまうので、まあ、パスワードとかなんとか平文で送っても回線自体が暗号化されているので OK と、こういうことになっています、はい。で以上でウイルス関係の説明はおしまいで、まあ何か興味があったらこれについて調べるということになっていますが、ここまでで質問がある人はいますか。特に質問がなければ一応これは早く終わる予定なので、電子決済ということで、あのコンピューターとはあまり直接関係ありませんが、皆さんが知っておいた方がいいと思う話を補足しておきます。電子マネーって皆さん知ってますよね。使ってる人どのくらいいる。ちょっと手を挙げて。電子マネーパラパラ、スイカとかエディとかワオンとかナナコとかいっぱいあるじゃないですか。みんな持ってますよね。でスイカというのが一番、あエディが最初かな、まあ、これはあの交通系で一番最初に JR 東日本が始めたんですが、今は名前は違いますけどみんな、JR 系は持ってますね。それからエディというのはこれはですね、あの昔ビットアレットという会社が始めて、今楽天が買収してしまいましたが、ユーロとダラーと円のこのエディを組み合わせた、つまりエディは実は世界制覇を狙っていた、日本だけではなくて海外でも使えるようにしようと思っていたわけですけども、必ずしもうまくいっていません。で、まあ、楽天エディという形で今流通系ではすごく広く使われてます。それからあとワオンとかナナフとかコンビニ系とかなんとかでも独自の電子マネーを作っているということですね。でこれの特徴はフェリカと呼ばれる非接触型のカードね、あの
IC カードみたいにチップが表に出ていてそこに触るんじゃなくて近づけるだけで良いというそういうものです。それからチャージができる、つまりお金を足せるわけね。昔のあのプリペイドとかいうのはある一定額があって使って減っててゼロになったら終わりだったんだけれども、こいつは追加をして増やせるわけですね。ただあのいくらでもというわけではなくて、例えばエディは5万だったかな、スイカも何万かですけど、あんまりたくさんは増やせません。昔あのフェリカというカードだったんですけども、最近あのお財布携帯と呼ばれるもので、いわゆるガラケーね、ガラケーにはこのフェリカの機能がついているものが多かった。で最近スマホになっちゃって、iPhone とかはこのフェリカの機能がついてないので、僕は非常に困るわけですね。ただドコモとかの最近のスマホは、このフェリカを機能を搭載しつつあるので、スマホでもこれが使えるようになりつつあります。で携帯電話とかスマホで使えるこの、電子マネーというのはネットワーク経由で例えばクレジットカードからチャージができるというので非常に具合がいいわけね。昔のあのネットワーク的に孤立しているカードだとチャージする機械のところまで行って現金入れてというようなことをしないといけなかったんですけども、今は例えば僕のこの携帯はエディ入ってたりしますけども、残高が少なくなると直接クレジットからチャージができるんですね、といったようなことができます。でそれから皆さんオンラインショッピングもよくやってると思いますが、オンラインショッピングをやるときは HTTP ではなくて HTTPS という443番のポートを使った暗号化した通信でいろんな情報をやり取りするわけですね。でその時に裏では公開鍵暗号というのが活躍している、つまり自分のパソコンとサーバーの間でお互いに公開鍵というか秘密鍵を使ってデータをやり取りして暗号化をするという、こういうことをやっています。で、オンラインショッピングするときにですね、支払いの仕方としてはクレジットで払うかオンライン銀行で払うか銀行振り込みするか郵便振り替えするか、あるいはコンビニに行って払うか、あるいは代金引き換えというこういろんなやり方があります。でいろいろ特徴があって、クレジットだったらクレジット番号と有効期限と名前を入れたら即決済ができる、ね、クレジットを持っている人がどのくらいいるか知りませんが、クレジットというのは、大事な情報が4つあって、クレジットの番号と名前と有効期限と普通カードの裏側にあるセキュリティコードというのがありますね。この4つを知っていたら事実上本人と同じで何でもできてしまいます。でネットワークでそういう情報を送って漏れちゃうとすごく大変なのでちょっと心配から、オンライン銀行で振り込みという形にすると、まあ、いいことはいいんだけど、そこで振り込みが完了するのに少し時間がかかるのですぐ物が手に入らないよね。普通の銀行に行って振り込むとか郵便局に行くとか、あるいはコンビニに行くとかいうことをやると結構手間がかかって面倒くさい。ただしセキュリティ的にはこれはかなり安心です。で代金引き換えというのは僕はこれが一番好きなんですけど、オンラインショッピングで物を買った時に、まあ、Amazon とかなんとかは多分間違いがないと思いますが、怪しいところで買うとお金だけ取って物が来ないっていうことはあり得るわけね。で代金引き換えというのは宅急便屋さんが物を持ってきた時にお金と引き換えで払うので、物が来ないのに金だけ払うということはないですね。で、上のこういういろんな情報も漏れない、現金で払うわけですからいろんな情報も漏れないので、まあ結構僕は好きですね。ただ高いものを買って持ってきたときに2万とか3万手持ちの現金がなくてすいませんとかいうのはあるので、これやったときはちょっと財布にたくさんお金入れとかないとダメということはあり得ます。というわけで、まあいろんな払い方があるわけですけども、ユーザーとしてはどれが良いかということを考えるということが大事だし、皆さんが将来オンラインショッピングサイトとかをやるときにどういう形でお金を取るかということも考えないといけないと思います。最近いろんな金融機器がいっぱいあっていて、金融機関がいろいろ役割が変わっていてですね、間接金融から直接金融になっていると、これの意味は分かります？間接金融というのは皆さんが銀行とかにお金を預けると
銀行が企業にお金を貸すという形でお金が回るわけね。で、直接金融というのは最近皆さんが例えば直接株を買ってしまうとか会社の債権を買ってお金を貸すとかそういう形になってるわけですね。だから間に銀行があまり入らなくなってきたということがあります。それで株式の売買というのは当然盛んになるわけですけれども、昔インターネットが普及する前は株を売買しようと思ったらいろんな証券会社のですね、支店とかに行って壁に貼ってあるようなこう表示装置を見るしかなかったわけですね。で、株価の表示とか売買がいわゆるオフラインに近い状態で行われていましたが、現在はインターネットを使えばリアルタイムで株価を見ることができるし、売ったり買ったりもほぼリアルタイムでできます。で、手数料もすごく安くなってきて、1回株売買するとですね、何百円とかいうことでできたりするわけですね。そうすると値動きがちょっとしかなくても儲けることができるので、1日のうちに何回も売ったり買ったりしてこう小さいのをたくさん積み上げていっぱい稼ぐというこういう人たちが出て、それをデイトレーダーという言い方をしてますね。で、そういう人が増えていて、自分の部屋でパソコン何台か画面表示しながらここで株価見ながらこっちで取引をすると、そういうことをやってる人がいます。皆さんにやれって言ってるんじゃないですよ。これ結構神経すり減らして大変なので、気合い入れてやらないとできないと思いますね。少なくとも働きながらやれるような仕事ではないと思います。で、ここに書いてある J コム事件というのはそういう話で出てきたものですが、これはですね、61万円の株を1株売りたいと思ったのを1円で65万株売ると言って、画面の入力間違えたんですね。分かりますか。本当は1株61万円のものを1株だけ売りたいと言ったのに、入れるとこ間違えちゃったので1円で65万株売りますというのをやっちゃったのね。それでそれを見つけた人は買っちゃって1円で買って高く売るという形で稼げるわけです。ただ本当はもうちょっと言うと、元の値段に対して何割以上高かったり低かったりすると値幅規制というのがあって、実際には1円にならないよね。だから1円とやっても61万円の、多分僕よく知りませんが8かけぐらいだと思うので、40何万円で買えるわけですよ。で、40何万で買ってしもうと、あれは間違いだったというので取り消して買い戻そうとすると当然高くなって60万とか70万とか80万になるわけですね。そうすると1株で20万とか30万稼げて、それを例えば1000株だとすると儲かるでしょ。で、それで20億ほど稼いだ人がいるわけね。分かります。めちゃ安く買ってバーンと高く売って1日で20億稼いだ人がいます。で、こんなことはめったにない。で、そもそも間違えて入れた時に61万円の株の値段を1円とか言った時に本当は弾かないといけない、こんな値段はありえないとかね、そういうインターフェースにしなくちゃいけないのにそれが通ってしまった。それから、その証券会社のそういう注文のウェブサイトが見逃したということと、東京証券取引所もそういうやつを受け取ってしまったということで大問題になって、これはシステムを回収して今はこういうことは起こらないと思いますけども、まあこの人結構あれね。で、他の証券会社も目ざとくですね、いっぱい買っていっぱい売って稼ぐということをやったんですけど、社会的な道義的な責任を問われて一応それはなかったことにするということで、せっかく何十億も何百億も稼いだところがありますが、それはチャラになりました。で、この人は知らん顔して稼ぎました、ね、まああんまり後味が良くないかもしれません。から次はクレジットの話で、さっきクレジット会社、クレジットカードで払うという話をしましたが、世界にはクレジットというのをやってるのはですね、ダイナースとビザマスターとアメリカンエクスプレスと JCB と4つしかありません。皆さんがもし持っているとしたら、こういうところのもちろんオリジナルのプロパーカードと呼ばれるものか、提携カードと呼ばれるものね、特にビザマスターとかはすごくいい、あるいは JCB も多くて、デパートとかいろんなお店の提携カードというのを持っていたりします。で、このクレジットがですね、何が大事かというと、実は国際的な専用性のネットワークを持っていて、
これすごいネットワークを持ったわけね。つまり僕がアメリカに行って、クレジットカードを使うと、それが例えば日本のクレジット会社が発行したものだとしますね。つまりビザとかのクレジットカードを日本とかアメリカで使った時に、これを使ってもいいですかどうですかということを問い合わせするわけね。お店でクレジットカードを渡すと機械に通してこのカードでこれだけのお金を使ってもいいですかという承認を得るという手順があって、それがネットワークを伝わって大元のところに行っていいですとか悪いですとかいうのが返事が来るわけですね。だからこれはものすごいネットワークを運用しています。で、クレジットカードはあまりみんな持ってないかもしれないので少し説明しておくと、15日締めとか20日締めで、次の月の10日に払うというような形と、1日締めかなで27日月末に払うとかいくつかのパターンがあります。でこれは一括払いの場合でどんどん使って、そのこの期間に使った分を次の月の支払い日に全部払うという形にします。この時に我々には手数料がかからないので、例えば1万円のものをクレジットで買ったら1万円だけ払えばいい。でお店が 3% とか 5% の手数料をクレジット会社に払うわけですね。つまりそれはお金がないから現金で払えと言われたら買えないんだけど、クレジットだったら買えるということで、商売としての機会を逃してないということに対するお金の払いですね。いっぱい買うと突然ドーンとお金が請求されて苦しいので、分割払いとかリボ払いという仕組みを提供していてですね、これは分割払いは見ての通りで、例えば100万のものを買った時に10万円で実家払いますとかいうことをやる。当然金利がつくわけですね。でリボ払いというのはいくらのものを買っても毎月例えば2万とか3万払えばよいという、こういう払い方です。だから月に2万しか払わなくていいという買い方をリボ払いでしちゃうと、10万円のものを買ってその場合金利が 13% がかかるわけですね。そうすると100万にするか、100万円で金利が 13% という方は13万円利息がつくわけですよ。で月に2万しか払わないとどうなります？あんまり減らないでしょう、ね、つまり分割払いは、実家なら実家でちゃんと終わるんだけども、リボ払いをやっちゃうと毎月払う金額少なめにしとくと払っても払っても元が減らない。つまりクレジット会社は儲けまくると、こういうことになってるわけですね。だから僕がいつも言うのは、現金で買うだけのお金はあるんだけど、例えば僕みたいにマイルを貯めたいとかポイントを貯めたいと言ってクレジットで払うのは良いです。いざとなったら全部一括払いできるね。だけどお金がないから分割払いとかリボ払いをしようと思った途端にすごいたくさんの利息を払わないといけないので、非常に買い方としてはバカバカしいね。だから皆さんが将来クレジットカードを使うようになった時には絶対にこういう使い方しちゃダメですよ。いいですか？これやるともうお金を本当にドブに捨ててるような、そういうことにもなるわけですね。2パターンあって、1月分を次の27日に落とす場合と、16日から15日まででこれを10日に引き落とすという2パターンと、あとリボ払いはダメですよという、こういう話ですね。例えば10万円以下だと毎月1万円払えばいい。つまり10万円までだったら毎月1万払えばいいということはマックス10回と思うでしょう。だけど実際は利息がつくので10回払い終わった頃にはまた1万か2万利息がついていってさらに伸びるということが起こります。世の中で今預金をすると金利が 0.何%ですけど、こういうやつはこんな金利がつくわけね。つまり100万借りちゃうとこっちでいくと18万ぐらい毎年金利がつくわけですよ。金利って利息がつくわけね。で貯金してるんだったら嬉しいですけど、借金してる時にはとんでもない額ですからね。これはダメですよ。クレジットカードは結構怖いところがあって、さっき言ったようにですね、4つの大事な情報があって、これが漏れるともうダメなのね。で、ずいぶん前ですが2005年の6月17日にカードシステムソリューションズというところがですね、これはアメリカのクレジット会社ですが、正確に言うとクレジットのお金を回収するところです。だからさっき言った4つのクレジット会社がアメリカ国内はみんなここに頼んでお金を取りまとめたわけですね。でこれが4000万件データが流出したでですね、
なんで分かりにくかったか、これずいぶん長いこと発覚しなかったんですけど、なぜかというと200件に1件の割合でちょこちょこっとデータを送ってたわけですね。全部取っちゃうとすぐバレるんだけれども、時々200件に1件の割合で決済のデータをピッピッと横流しをしていてということをしたわけです。それで、当然決済のデータなんでクレジットカードの番号とか名前とか有効期限とか、セキュリティコードは全部あるわけですね。したがってそのデータを手に入れた人はそのカードを使えるわけですね。だから使い方としてはオンラインで使う使い方もありますし、クレジットカードを偽造して売るというやり方もあるわけですけども、それでまあとりあえず4000万件こういうやり方で漏れて、ビザが一番多くて2200万件、マスターが1390万件、あと残りが JCB とかなんとかがあって、これアメリカで起こったことなんだけれども、実は日本人もアメリカに行って使ったとか、アメリカのショッピングサイトを使って決済をしたとかいうのが全部ここを通っちゃったので、結構影響が大きくてですね、日本でも被害総額は何億か出たと思います。というわけでクレジットカード結構怖い。もうちょっと怖い話をすると、カードのスキミングというのがあってですね、皆さん銀行のカードを持ってますよね、きっとキャッシュカードね。であれは磁気カードがまだ多いと思いますが、最近IC カードも結構出回ってますけど、基本的に磁気カードです。で磁気カードというのは磁気カードリーダーでピュッとやるとデータ読める。でそうするとその読んだデータを別の生カードというやつに書き込めば同じものが作れるわけですね。それで何が問題かというと、例えば2005年、これも古いですが、神奈川県のゴルフ場で、カードのスキミング事件が起こりました。これは何かというと、ゴルフ場のロッカーに邪魔だからといって財布とかなんとか全部入れてる人がいるわけね。そうするとそこの鍵を開けてカードは取らない、カードを取り出して情報だけスキミングしちゃうね。でそれで、別のカードにそのデータを書き込んで使う。でその時にカードの暗証番号とロッカーの暗証番号を同じにしてる人が多かったんですよ。でこれが起こったのは実はゴルフ場のですね、支配人が関与しているので、そのロッカーの暗証番号は何番かということを知ることができたわけね。だからこの暗証番号何番のロッカーから取り出したカードをその暗証番号を使ってやると結構お金が出てしまったということが起こるわけですね。それで、教訓としては、基本的にはそういうロッカーに現金とかカードを預けないということと、ロッカーに暗証番号を設定する場合には銀行の暗証番号と同じ値を使わないということですね。最近のホテルは結構各部屋にセキュリティボックスがあって、自分で4桁の番号を設定できるようになっているのが多いですけど、その時にこれと一緒で自分の銀行の暗証番号と同じものをつけてしまうと危ないわけですね。だからそれとは違うものをつけるということが必要になります。これは国内で発生した事件ですが、海外とかではカードの磁気カードのデータを読み取るのは非常に簡単で、さっき言ったカードリーダーピュッと通せばいいだけどね。それで、いろんな海外のたちの悪いお店はクレジットカードを出す と、レジの下の見えにくいところにカードリーダーを置いていて、ピュッと読ませてから決済するということをやったりします。それで、あんまり特定の場所を言うと悪いかもしれませんが、日本人がよく行くような海外のお店とかでそういうのが仕掛けられていることが多くて、そこでクレジットを使っちゃうとデータが抜き取られる。でしばらく経って身に覚えがない、例えば僕は日本にいるのに僕のカードが香港で使われたりシンガポールで使われたりということが起こる。でそういうことが起こる と、カード会社もそういうのをいつも警戒していて、突然なんかシンガポールからあるいは香港から決済の要求が来たんだけどおかしいねということで止めるということがあるわけです。だからクレジット会社はずっとお客の取引を見ていて、普通のパターンから外れた取引があるとお客に問い合わせをすることがあります。でこれ僕も一回経験があってですね、たまたまある時にドカーンと洗濯機かなんか高いの買った後で、さらに時計かなんか買おうと思ったらですね、洗濯機の時は問題なかったんだけど、時計買おうとした時になんか
ちょっと時間がかかって向こうの方 あのレジの方の人がなんか電話に出ていてこっちをちらちら見ていてなんか喋っていてですね、多分時計とか宝石を買おうとするとこれあの売り払ってお金にしやすいので結構あの偽造カードでよく買われるのね、ということもあって、クレジットカード会社のそういうセキュリティセンターから電話がかかってきて、一体これ買ってるのはどんな人ですかって、本人ですかとかいうことを聞かれてたんだと思いますね。というわけで、まあ、結構危ないよという話です。それで、あと磁気カードの話を今しましたが、 IC カードというのは最近普及しています。で、IC カードは、まあ、あの磁気カードと違って簡単にデータを読めない、あるいは変に読もうとすると壊れるということがあります。それからデータをたくさん入れられるので、あのいろんな細かなことができるということですね。で、大事なことはですね、 IC カードはカード自身がコンピューターとしての機能を持っているので、IC カードを認証するためにお店のクレジットの機械に突っ込むと、カードは、今自分が刺されたクレジットの機械が本物かどうかというのを調べるわけですね。で、機械自身もクレジットカードが正しいかどうかを調べて、両方とも OK になった時だけ正しく支払いができると、そういうことになっています。だからあの変な機械に突っ込むと、これは正当な機械ではないといってクレジットカードが機能しないわけですね。で、まあ、正しい組み合わせで入った後で、さらにさっき言ったオンライン認証があって、この取引は OK ですかダメですかというのを問い合わせをして、まあ、あの比較的日頃使っているパターンに合えば自動的に OK になるし、変な使い方だと思ったら警告が上がって、そこの人が対応してこれは怪しいとかですね、そういうことが起こるわけですね。で、昔あの IC カードを銀行とかクレジットカード会社が普及させようとしていたんですけど、なかなか普及しませんでした。値段が高かったね。で、最近は結構増えてきたので、大抵クレジットカードを出すと暗証番号を入れてというのが起こります。磁気カードでは暗証番号というのはないんだけども、 IC カード型のクレジットカードを出すと普通は暗証番号、4桁の暗証番号を入れて OK で、それでないと署名をするという形になっています。で、IC カード自体は、まあ、磁気カードに比べると、物理的には破りにくいんですけど、あの最近の IC カードと言いながらも結構全部磁気カードがついてますよね。つまりカード自体は IC カードになってるけど、世の中が全て IC カードに対応しているわけではないので、磁気カードの部分もついていて、結局そっちから情報が取られるので、まああまり安全ではないかもしれません。それから、IC カードの暗証番号4桁というのは僕は少ないなと思っていてですね、海外の銀行では6桁というところもあるみたいですけど、4桁ってさ、なんか横からちょっと見てるとすぐ覚えられるでしょ。あの iPhone とかが4桁の暗証番号にしてる人はですね、こうやってピッピッピッってやってると横から見てたらすぐ分かるので、あいつの暗証番号これやんというのはバレちゃうね。で、それはとても危ないので、僕は難しい暗証番号にしてますけど、そうするとキーボードが出てきていっぱい出ないとダメなので、結構面倒くさいということもあります。はい。で、それで、クレジットカードはですね、あの今言ったように専用の認証用の装置が必要だったんですけれども、最近あのこのスクエアというのが出てきて、これは例えば iPhone とか Android とかを使ってクレジットの支払いができるものです。例えば僕がお店をやっていて、お客さんからクレジットカードで支払いをしてもらおうと思った時にですね、昔だったらちゃんとしたクレジット用の端末を契約して買わないといけなかったね。で、このスクエアのすごいところは、iPhone とか iPad とか Android 端末で、あのイヤホン端子ありますよね。あそこにあのこの今日持ってくるの忘れましたが、四角い2センチ四方ぐらいのカードリーダーを、挿すわけね。で、IC カードをそこに挟むと IC カードとデータやり取りができる。で、暗証番号とかなんとかを iPhone の上でこう入力すると決済ができて、僕が登録している口座にめでたくお金が入るという、こういう仕組みなのね。だから、どっかその辺で店開いてクレジットカードでお金をもらうということができるようになります。で、ここのもう一つすごいところは、
それまでは他のクレジット会社はだいたい 5% ぐらい手数料を取ってたのが、ここは 3.25% しか取らないので、これ安いよね。というわけでお店から見ると 1% でも安ければ当然その分自分の利益増えるわけですから、ラッキーというわけですね。というわけで結構これは普及していると思いますが、僕らみたいに面白がる人は片っ端から登録してその無料のリーダーをもらっちゃって試して、うん、面白いねって言っても使わないので会社からしてみるとあんまり儲からない僕らみたいな人はねと思います。というわけでちょっとここから先キリが悪くなるので今日の説明はこのぐらいにして、また野口君が時間遅れて言ってるのであげたいと思います。はい、以上。ここまでで何か質問ありますか？